はい、どうも、ジュウです。マリオ&ソニック、あと、北京オリンピック、ウィーバーパート13やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もミッションモードを進めていきたいと思います。さあ、前回は、ベクターで全てのミッションをクリアしたということで、現在4キャラクリアしているんですよね。ということで、じゃあ、今回誰でいきましょうか。そうだな、じゃあ、今回は、じゃあ、ヨッシー行きたいと思います。よし、ということで今回はヨッシー前半に使いたいと思います。はい、今回のミッションはハンマー投げ、走り高跳び、エペ、シングルス、 100m 自由形ですね。じゃあ一番上からいきましょう。ハンマー投げ、ど真ん中で投げろ。ど真ん中で、ちょっとこれ厳しくないですか、いきなり。はい、思いっきりパワーをため、マークと同時に投げる真ん中への投げを1回成功させろ。1回か。よし、行きます。ゲー。もう来て。3、2、1、ゴーゴー。ああ、ダメなんだ、これだと。なんて書いてあったっけ。思いっきりパワーを食べるって書いてあったけど。ゲー、とにかくパワー食べろ。あれでも思いっきりパワーを食べると書いてあるからな。いけー、どんどん振り回せ。いけ、ゴーゴー。あー、ダメだ。え、マークと同時に出るって書いてあるから。いけ。あー、ダメだ。マークってどこに出るのかわからんね。いいよ。わ、これだとファールになるのね。あー、やべえ。マーク、いや、よくわからねえ。マーク遅いのか、多分。ここ、オッケー、これでクリアか。あー、なんもなんだかんだ参考にはなりそうですね。はい、72.043m。あー、こういうことか。なんか最初から苦戦したんだけど、俺。大丈夫、俺は。まあ、ここら辺はサクッと行きたいですね。はい、次。走り高跳び。青いゾーンでジャンプを決めろ。青いゾーンで。まあ、そのまんまかな、多分。青いゾーンで飛ぶジャンプを2回成功させ、パワーをクリアし、バーをクリアしろ。2.34m。いけ。いけ。よーし。まずは1回目クリア。あと2回。あと1回か。おお、来て、走って、ほい、オッケー。まあ、これくらいは余裕だった。オッケー。ということで2つ目のミッションクリアしました。まあ、そんなに基準も高くなかったからね、これはうまくいけたものだと思います。いやー、でもちょっと疲れるね、こういうのは。はい、じゃあ3つ目いきましょう。え、フェンシングエペ、パラードを決めて勝て。フェンシングか。パラード ?6 回相手の攻撃をパラードで払い、さらに勝て。勝つ必要もあるんだよ。よし、じゃあしっかり見ていきます。パラードってこういうことだな。オッケー。
やばいって。なんと、なんと、オッケー。オッケー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 、いで、あと2回、オッケー、あと2回、なんと、なんと、やばいよ、オッケー、あと1回、いけ、オッケー、もうあとはレインズに勝つだけ。なんと、やばいってこれ。もういいや。いけ。はい、オッケー。こういうこと。よし。ということで、15対4で勝ち。オッケー。ということで、ミッションクリア。オッケー。これも何気なくいけるね。よし、じゃあ次のミッション行きますか。いやでも大変そうだけど。はい、じゃあ次行きましょう。卓球シングルスラリーを続けろ。これも前あったね。で今回はどれぐらいですか。15回。ヨッシー15回か。じゃあ頑張っていきます。ラリーを15回。まあ相手がミスらなければの話だけど。いいよ、オッケー、よーし、素晴らしい。はい、ということでこれでミッションクリアですね。はい、まあ最後はデイジーがスマッシュで決めたんですが、まあそういうのは別にいいとして、はい、残りはあと2つですね。はい、次は水泳 100m 自由形指定タイムを狙え。待って、水泳の指定タイムは意外と難しかったりするんだよな。前は3秒の間だったけどね。48秒から50秒の間にゴールしろ。2秒か、間が。インレーン6、よし、はい、いきます。ほい、いけー、いけ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 、こう来て、はい、折り返し、いけー、やべ、オッケー、オッケー、49秒79。危なかったー。はい、ということでミッションクリアです。これでさあ、ということで次がラストミッションです。待てよ、ラストはね、心してかかる必要があります。ラストは 4×100m リレー、パーフェクトリレーで勝て。パーフェクトリレーって何？何かあるんですか？はい。すべてのバトンをジャストタイミングで渡してトップでゴールしろ。はい。ヨッシー、エクマ、ルイージ、マリオ。エクマ、ワリオが来ればよかったのに。ヨッシー。そしたらマリオ 64DS メンバーだったのに。演技悪いなぁ。Get set.いきます。おい、まず勝つ必要がある。けけけけけけけ、おい、あー、ダメか、これだと。まあ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 、さすがに1回目じゃクリアできないよね。まあさすがにこうやって1回でクリアされても困るって。いきます、ほい、いけ、走れ、いけ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 、ほら、オッケー、グレート出た、いいよ、
おりゃ、うわ、何か参考になるものがあればいいのにな。はい、3回目行くぜ。こう来て、おい、行け、走れー。でで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 、あー、ダメだ。まあさすがにこれは読んでたんだが、インレーン1、待て、さっきからちょっと画面があれなんだけど、大丈夫こういうの。Get set. 行けー、ほい、行けー、早く走ってくれー、ほい、こうこう、素晴らしい。で、今度はエッグマンが走る。でてててててて、あー待って、ちょっと待って、今のは俺が悪くない、画面が悪いんだ。ちょっとね、画面が荒れてる。まあ一応あれだけど、行きます。で、こうやって早く走る。いけ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 、こうこう、あーギリギリを狙いすぎるな、俺。インレーン1。待って。まだ3分しか経ってないから、全然大丈夫。On your marks. Get set. でも、こういうの地味に嫌なんだよね。ほい！行けー！早く走れー！ほい！ああ！いや、ダメだな、ちょっとこれ。はい、じゃあ頑張っていきましょう。もうこれでクリアするぞ。大丈夫、まだ10分ぐらいしか経っとらんから。それぐらいむずいってことだよ。いけ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 、早く走れ。こうきて、ほい、ブレイク。問題はリーズに渡すときだ。ほい、オッケー、リーズに渡した。ラストはマリオ。ほい、グッドだ。なかなかうまくいかない。頑張れ、スーパーなマリオにまで届け。おい、はい、オッケー、グレート、オッケー、おい、オッケー、グレート、あとはルイージからマリオに渡す時だ。うわー、タイミングがわからねえ。よし、ああ、ゲットセット、いけー、ほい、いけー、はい、ほい、いけ、まずはエッグマンに渡った。ほい、ダメだ、もう渡す時が肝心です。これはもうクリアしたい。もういいかげん汗かいてるわ俺、夏だから。もうもはや運動なんですけど、これ。はい、グレート、いけ、はい、グレート、さあここからです。
け。ほい。なんか最後だけ厳しくないこれ。インレーン。よし。On your marks. Get set. もう何度でもやるから難しい。けけ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 け。ほい。ハイグレイズ。けけ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 け。ほい。ハイグレイズ。いけた。けけけけけ。ほい。よし。いったわ。うまくいった。あとはここで。まっすぐに進むだけ。いけー、ゴール。うますぎる。最後は見事マリオが決めてくれました。よし。大変だった。エンブレムアワード。はい、ヨッシーエンブレムゲット。ふぅ、もうこれは運動になるわ。はい、ということでこれでヨッシーで全てのミッションをクリアすることができました。うん、やっぱりラストだけが鬼畜なんですね。もうそれ以外はもう本当に大したことないんで、まあ頑張ればいける程度で臨めばなぁと思っています。よし、ということでじゃあ今回はこのままでにしたいと思います。はい、これで5キャラ目をクリアしたということで、あと11キャラですね。まだまだキャラクターはありますが、この調子でミッションモード完全クリアまでやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブスク、ツイッター、TikTok の方もよろしくお願いします。それでは、さよなら。